こんにノブ・のぶ吉岡です。ノブ・ジャイブ・ファミリー、えー、ウィンド・ファミリーですね。えー、講座を行います、えー。本日のテーマはね、実はとこれ、ホーム、セーリングホームについて、えー、ちょっとお話をしていきたいと思います。これ、初級者から上級者まで、すべての方に言える。初級者、中級者、上級者、すべての方に言えるっていうことなので、ねえー、ちょっと確認を、えー、するための、えー、ちょっと講座を行います。えー あなたのホームどういうフォームっていうところなんですね。でこれ、まあ、あの最初の頃っていうのはどうしても後ろのりフォームに近い状態、で初級者の状態で、中級者になると大体横のりになってくるで、上級者になると実と前乗りになってくるっていうことなんですね。だからこれ、えー、後ろ、横、前っていうことになる、えー、後ろのりっていうのはテールにどうしても、えー、後ろのストラップ、両足、ストラップ広げてますね、そこのちょうど中心ぐらいに、ね、重心がかかってしまう。 そうすると、えー、実は、後ろストラップと前足,前足と後ろ足のストラップの中間に重心がかかるということは、えー、そこにパワーがかかる、セールのパワーをプレーニングするときにそこにかかる、そうするとノーズが上がってしまうんですよね、結構ね。えー、で初級者の頃っというのは実を言うと、えー、どういうことかというとこれうーんボードの浮力の問題なんですね。 でどうしても大きいボードを使う、初級車の人だとだいいね130とか150とか使いますよね。でだんだん慣れて120とか110になってくる。で中級車クラスだと100リッター乗れてきたっていう話になるわけです。そうすると、実はボリュームの関係なんですね。このストラップとストラップの中間ぐらいのボリュームの関係で、大きいボードの場合には、えー、浮力ありますので、後ろの乗りでもプレーニングできるんですよ。えー、で、 大体、えー、いいそういう形で初級者で大きいボードでその後ろのりでもプレーニングできるのでどうしてもね前に飛ばされたくないというので後ろに乗ってしまうそうすると後ろのボリュームに助けられてるだから初級者の頃は後ろのボードのボリュームに助けられて後ろのりでもプレーニングできるということなんですただ、えー、どうしてもその後ろのりだと初速が悪かったりとかね するわけで、すねで150からじゃ100リッターに変えましたって言った途端にボードがラフする、ノーズが上がるっていうことになっちゃう。これはボードが悪いんでも、セールが悪いんでもないんですね。風があ足んないとか、オーバーとか、そういうんじゃないです。これ、横乗りができてないっていうこと。そして、前乗りができてない。で、これ、後ろ乗り、横乗り、前乗りっていうのは、これは初級者の頃からでも、横乗りから前乗りの方も覚えちゃうんですね。そうすると、本当に早いんですよ。 と150リッター乗ってました、じゃあ120リッター乗りました、100リッター乗りました、90リッター乗りました、80リッター乗りました、その横乗りから前乗りフォームができていれば関係ないんですね。どうしても最初はテールのボリュームに助けられ,て助けられますので、後ろ乗りでも構わないという練習の方法、フォームになっちゃうんです。これを最初から横乗り、前乗りのフォームに練習しちゃうっていう、もうそこがね、本当に進化早いんですね。 ボードのボリュームに助けられて、後ろ乗りでずーっと来てしまった、プレーニングもできるようになった、えー、多少のレールジャイブ、テールジャイブもできるようになってきた、じゃあ100リッター買いましょうつって言った途端にいきなり乗れないっていうのはうそういうことなんです。えー、だからもう初級者の人でね、中級者の人で、そういうふうに、あうんあ、言った通りだ、100リッターに開発したに120リッターに開発したにボードがね、楽してノーズが上がって走り出さないんですよ。えー よっぽどバーンと風が入らない限りは、そうして下らさないと走んないんですよということは、そういうこのホームなんですね。そしてこれは上級者にもですね、で上級者がどうしてもオーバーの時に板が暴れてしまう。ね、こうなんていうのかな、もう風速が4.5とか4.0使った時に板がばん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 暴れてどうにもなりません。あとは、えー、よく言う、登れない。中級者上級者になっても、登りが苦手なんですということは、後ろに乗る人が多いですね。 これあの前乗り、横乗り、前乗りになると、このレールの、のなんてんだろう、プレーニングエリアのコントロールができるんですね。ノーズが上がったのを下げる、そしてレールのエッジを使う、エッジで登るとかね、ィンで登るじなて、エッジで登るっていう、ボードのエッジで登るっていうこともできてくる。フィンに頼ってえ登ろ、登りを取るとか、そういう形でどん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 進行していきますと、実用と、後ろ足で蹴っ飛ばしても、ボードが楽しないとかね、え、ー 楽しないとかっていう、フィンに助けられた方、そうするとこの前乗りにはならない。だから今回、これから紹介するね2つの動画、今正面に出てますが、これフリースタイラー,、えー、世界のトップのフリースタイラーですね。これちょっと動画を見せたら、おーっつんで、私ちょっと気になったので、えー、今回この企画っていうかね、この横乗り、前乗りっていうことをね、えー、ちょっとお話をしようかなと思うんです、ね、実実とこれ、フリースタイルっていうのは、ボートが大体使うのが190リッターから100リッターぐらい使うんですね。で、これ、どんぶきなんですね。 これずっと多分40ぐらい使ってんじゃないかな、ええ、そしてフィンはすっごいちっちゃいんですよ。フリースタイルってうもう十何センチ、二十何センチなんですね。それでもしっかり残って、ボードがラフしない、ノーズが上がらない、スピンアウトしない。ということはどういうことかこれは完璧なこの動画、あの画像を見てもらうと分かりますけども、前乗りなんですよ。これちょっと見てもらってくる。見てください。これ二つね。 これ完璧な前乗りなんですよ。この下の人なんてこれすごいですよね。完璧に前り、ちょっと大きくしちゃいましょう。ほら、見てください。もう完璧に前乗りなんですね。前足に、ここの前足に重心がかかっている。ここに全部の重心がこうやってかかってくるんですね。こういう後ろじゃないですね。えー、で、まあ、重心はちょっと前に、えー、体の重心はちょっと前に寄っているんですよね。重心自体は。だからこれ完璧に前乗りなんですよ。そうすると、節水面をいくらでもコントロールできる。 後ろ足だけにかかった後ろ乗りになってしまうと、重心移動ができない。後ろだけ。だから、ノーズが上がらそうになったら、もうそのままラフしてしまったり。こんだけこう前乗りができていると、前足に荷重がぐっとかけたり、後ろ足かけたり、これが自由自在に今度できてくる。ということなんですね。えー、それが、こう、見たことだと本当にわかりますね。うわ、すげえ、前乗りみたいな。そして、頭の位置もしっかり下がってる。もう完璧にね、まあ、これは上級者、えー、完璧にハイカウトですね。 完璧にハイクアウトの状態、えー。前の手がしっかり伸びて。これを伸びることによって、えー、体がね、ハイクアウトって風上の方にすごい倒れるわけですね。そうすると、これでボードの上に重心が乗ってないので、ボードがこうフラットになってしまう。フラットになるんですね。ボードにプレッシャーかけな,かけなくていいってこと。<laughs> 実これが重心がこう今こう45度よりもっとこんな斜めかな、水面につくぐらい。これが45度とか、えー、もうちょっと上に来ると、 自分の重心をボードに乗っけちゃうんですねセールにかけるんじゃなくてボードに乗っけちゃう。そうすると、えー、風がぐっと引き込んだときにボードを後ろ足で押してしまうんですね。これがもう楽の原因っていうことなんです。だからこのハイカウトを目指しましょう。これは上級者でもね、ここまでのハイカウトする人はなかなかいないんですよね。だからここまで目指すと、えー、フィン関係なし、登れるしみたいな。板暴れない。ね、楽しない。えー うねりがあっても関係ないパタ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 うねりがあっても板をコントロールできるみたいな形になってくるんですね、えー、で今回これお話しするのはこれウェーブ系のフォームなんですよ、ね、実とスラロームのフォームではちょっと違う、えーまあ、スラロームは基本的にはそんなに下がうねりが荒れてないのでどっちかというと立ち乗りフォームっていうのがね最近流行ってますねこれフラットの海面でスピード上げるための立ち乗りフォームっていう形ですでこれあのスラロームの,あのトップ クララススのスラルムのム方でもね、えー、フラットの海面では立ち乗りで清流の引き込みで、えー、いかにこう接水面をちっちゃくしてフィンでこうリフトさせながら走ってスピード上げるっていうことをやりますけどもやっぱりこうどんぶきの中で面が荒れてくると必ずこのフォームになるんですね今度は自重と。だからフォームを変えてるねスラームの人とだか,らかなりスラームの人っていうのはレベルが高いですね。えー、まあだから、まあ、このフォームが前乗りのハイカウントのフォームができれば。 スラルンドウェーブでも、えー、いろんなコンディションでもこう乗れてくるということになります、えー。だからこれちょっとね、見てみましょう。えー、これちょっと見てもらうと分かるけど、うん、こう、これちょっとね、えー、ちょっと反対なんですけどもね、これ、あの左のこの画像はこれ初級者です。初級者の方、どっちかっついうと、えー、まだプレーニングが安定しないっていうことなんですね。そうすると、これ見てもらうと一目瞭然、全然違うんです。 ハイクアウトの仕方が。で、えー、左の方、ほら、横乗りからちょっと後ろ乗りなんですよ。重心の位置がこういう状態。えー、こちらの、えー、トッププロの方は、完璧に前乗りなんですよ。前足しっかりと。ね、肩のラインもしっかりと。こう、まあまあいろんなね、えー、まあこういう話がと、どん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 進んで、あの2時間ぐらい喋ってしまうので、えー、今回はこの前乗りフォームっていうだけにちょっとしますけども。えー まああのまあ、ちょっと言うと、えー、これ正面から見てもらうと、胸がちょっと開いてるんですね、ちょっと正面にね。だから引き込みがちょっとこう、肩のラインを、もう少し、でもかなりいい感じできてるな、えー、ボードのセンターと、えー、肩のラインが平行になる、もうこちらのトップフライはやっぱり完璧に平行なんですね、ボードの、えー、センターと肩のこのラインが完璧に平行になってるで、引き込みも強い、そして前乗り、完璧な前乗りですよね。えー、だから前の肩にしっかりと顎が乗るようなイメージの。 これでボードのこうノーズの上がりっていうのを抑えられるんです。これ見てもらうと分かります、ね。左の方はね、これはどうしてもノーズが上がってしまう。これが前乗りになって頭の位置がここに来てれば、こういう状態になりますね。で、あとはこうもう少しこう,、えー、なんだこう、うーん、アイカウトっていう形で。 してもらうと、ボードにプレッシャーを今度は実用と足でかけない、自分の重心ではかけない、体重ではかけなくなってくる。そうすると、ボードコントロールっていうのはもういくらでも簡単にできる。うねりでもポン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 と超えることができるっていうことになるわけですね。まあ、これ見てもらうと一目瞭然で多分わかると思います。で、だからあなたもね、このホームっていう、この右肩、右の肩のフォームをしっかりと頭に入れてもらうっていうこと、イメージしてください。で、形を作ってください。っていうことなんですね。えー いいでしょうすごいでしょう、えー、でもうまだありますので、ちょっと見てみましょう。この方もどっちかというと、初級者。まあね、えー、こうマストで縮んで、これはやっぱりボードがこボードのあれから見てみると、横乗りからちょっと後ろ乗りなんですね。もっともっと前乗りっていう形。そうすると、これ見てもらうと、脳ズやっぱり上がってるんですよね。後ろ足にふって体重かけちゃってるんですよね、これね、えー。走れば走るほど、風が入れば入るほど、えー、後ろに自信がかかるっていうことです。 これはだから前乗りフォームが足らないっていうことになるんですね、えー。こういうことなんですね。だからこれ辺はやっぱり面白いですね。えー、見てると本当に、えー、とっても面白いです。で、これ実言うとこれ、わ、えーえー、かりづらいんだよ。これ私のこれ、フォーム。私のフォームもやっぱりこう、えー、完璧に前乗りなんですね。だからこの矢印で書いてもありますけども、完璧にこう、ハイクアウトして。もうボードに全然プレッシャーかかってないわかりますよね。えー でこちらちょっとこれ作ったね、えー、画像なんでちょっと見てもらうと分かりますがこれ初級者もう一目これ矢印。 マストが、ねえー、立ってる、垂直に立ってる。これはマストを、ね、一応垂直。まあ、あのハイカウトしるときにオーバー,、えー、強風の場合、ハイカウトするときに、えー、ちょっとマストがちょっと風上に倒れますけどね、それはそんなに極端に意識しないですね。えー、パワーのある人はまっすぐ立てて、ハイカウトって体だけやっていきます。まあ、だからこの黄色い矢印ですね、問題はね、えー、もう全然違うでしょ。これだけで、自、え、重、ー、とボードの暴れが抑えられる。 そして、この黄色い矢印の,このハイカウトと前乗りっていうこと。左の方がまだこれ初級者の頃だったので、えー、横乗り。やっと横乗りになったかなっていうぐらいですね。で、こちらはえ完璧な前乗り。もう前の手にもう重心が全部かかっているような感じ。前の手、前の手、前足っていう感じですね。えー、それなでこれ板80リッターなのかな、えー、?80 リッターの中でも楽したりとかしないっていうことです。 これ上級者でも必ずこのフォームを身につけてもらうと、えー、いいと思います。えーね、これ、ね、もう一回見てきた。来た来た来たってね。これ完璧にほら。これ完璧に後ろのりでしょ。完璧に。えー、後ろのりになってます。これが前のり。もう全然フォームが違うってことはわかります。ハイクアウトの形から、えー、肩の平引きから、ね、肩の、えー、ボードのセンターと、えー、肩のラインが全然平行ではないってことで、ね、セールが引き込んでないで。これを実言うと前のりすると実って引き込むんですよ。 <laughs> 前のにすると前足に舵がかかると、えー、これが頭の位置がもうねこの辺に来るわけですねでねこう,こう横にこうやってくれば、えー、そうすると自然と引き込みも肩のラインも自然とボードと平,平行になってくるっていうことなんですよね、えー、でこれを見てもらうと本当によくわかると思います、えーね、こっちの右の画像がちょっとね、えー、あんまり良くないので、えー、やっぱりトッププロのちょっと見ちゃいましょうこれカット 手に引き出しちゃって、ねえー、見て見るんですけどもね,、えー、でもねこれすごいですねこの前乗りこの前乗りこのぐらいの前乗りっていうのをやっぱり意識してもらうといいと思いますね全く左の方とは違いますので、えー、これはあのー、やっぱり意識するっていうことは、えー、すごい重要だと思います多分自分がイメージしてハイカットしてる前乗りしてるっていうイメージより全く違うと思うんですよん、えー、からそこの辺をやっぱり形を作ることによって覚える ということが重要になると思いますでこれなぜ、これなかなか形が作れないかというと、ボードがすごい、実は走ってるんですね。ぶんぶん走っちゃってるんです。だから自分は前乗りを意識してやってるつもりだけど、ボードが先に行っちゃうので、どうしても後ろに乗って、どん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 後ろに重心が下がってきちゃうんですね。強風。走り出したらお前乗りだったって。走り出したら急に後ろ乗りになってノーズが上がってきて、えー、ボードが暴れ始めたというのはもうそういうことなんですね。だからスピードの中で、このフォームを作らなくちゃならない。 っていいうのが結構あのイメージ的には難しいんですよね。だからとにかくその形を作ってその形を作ったか自分のイメージをいつでも頭に入れておくっていうことが重要になるわけです。でまあ横乗りフォームとかっていうのは結構やってますので大体いい形は分かってるしてると思いますがそれをスピードの中で行うっていうことになります。でポイントとしてはね、えー、前足 やっぱり前足にこう重心が乗るっていうイメージがやっぱり強くあるといいですねそうすると後ろ足っていうのはあの蹴っ飛ばしたりしてないので自由自在に使えるスピンアウトっていうか、ね、ラフしようとしたらこう後ろ足でグって引きつけられるえノーズが上がりそうになったら前足にグってもっとこう体重を乗せればノーズは下がるっていうことになるんですねでこれあの まあ、あのウェーブ系のホームなんですけどね、ねスラロームはまた違うって、さっきお話ししたんですが、これ、ウェーブで強風で乗るためには、この、えー、ホームが必要になってくるってことですね。で、まあ、強風で乗ってない方はね、面が真っ平らの時には別にそんなに関係ないですね、えー、あの立ち乗りだろうがなんだろうが結構できるんですよ、えー、ただ面が荒れてきた場合っていう時に、この前乗りっていうのがすごい重要になってくる。 そうこの前乗りができることによって、本当にね、えー、ギュンギュン登っちゃうんです。ウェーブボードでも、もうブリブリ登っちゃって、風上に行けちゃう。っていうことは、この前乗りホームっていうのが結構重要で、後ろのホームだとどうしてもノーズが上がってしまうので、スピードが落ちてしまうので、どうしても上りも使えない。で、えー、前乗りホームで一番上りで重要なのは、エッジが使えるってことですね、ボードのエッジ。えー、そのエッジを使うことによって、ぐっと引っ掛けて、ボードで登れることができる。 フィンじゃなくてね、フィンも、まあ、ある程度関係しますけども、えーまあ、このフリースタイルのあの本当に16センチとかね、すっごい短いフィン使って、ね、それでも普通に登るってことは、そのボードのエッジを使うってことなんですね。えー、だからその登りフォーム、この前のりフォームを覚えることによって、す、え、べ、ー、てがうまくいく。っていうことなんです。登れる、ボードが暴れない、えー、仮面があれして,ても、ボードが暴れないっていうこと。 なるわけですねで、まあ、それれがでできればほぼ、ね、<laughs> いいわけですそうするとジャイブに入るときにアプローチねこともできるしこあとは、えー、ジャイブでも、ね、こうフルレールジャイブとかフォア力ジャイブでやるときもこの前乗りができてるっていうことが結構重要なだからホームってすごい重要で、えー、この前乗りホームができてることによって体のコンバージョンもできるんですね。 で後ろ乗りからちょっと下って後ろ乗りから前,のりこう、ね、前にこうやって体を前乗りにコンバージョンするわけですね、体ボディーをね、体の体を。その時に前乗りを普段からできていると、この前乗りっていうのが分かってますから、自分がどのくらい前にこうコンバージョンできるかっていうのが分かるわけです。これやったことない人は、えー、体のコンバージョンで前乗りにくってこう前にかけましょうって言っても、これなかなか、ね、思ったよりはいかないんですよね。自分のイメージよりはいかないです。やったことないから。 だから普段からセーリングフォームから前乗りフォームを意識して練習するとこのフォアレーキのコンバージョンするのもすごいうまくなるということなんですで。今回はこの初級者から上級者まで全て,にこう全ての人が身につけてもらいたいと思う例の前乗のりフォームなんですね、えー。これは本当にやることによって本当にウィンドサーフィンは進化が速くなります。初級者にとっては150リッター、130リッターから100リッターに変えても全然ボードが楽してノーズが上がって、えー、全然ダメ。 うん、うまくいかないっいうこともなくないっていうことなんですね。えー、そして上級者にとっては登れる。フォアレーキのための体のコンバージョンも前乗りを覚えたおかげでコンバージョンも楽にできた。っということになっていねだから、えー、しっかりとこれを、えー、前乗りフォームっていうことをしっかりと、えー、頭に入れてこのくらいすごいんだよ。 ということをしっかり頭に入れてもらうということですね。これ、映像、画像を見ながら、えー、あここまで来てるんだ、ここまでやるんだということなんですね。で、この前乗りフォームを使うことによって、実は初速もめちゃくちゃ速くなる。初速の悪い原因というのは、テールが沈んでブレーキをかけてるということです。そのテールを沈めてブレーキがかからなくなるわけですから。ここの前乗りす そしてここまでハイクアウトしてれば強風の場合に前に飛ばされることはないんですよ、実ね。これ重心が立ってて前乗りにしようとすると、えー、もっと前に前にってよく言いますよね。重心が高いまま、ハイクアウトしてないまま、えー、高いと、これ前に飛ばされちゃうわけです。だから怖くて後ろになってしまうということもあるわけですね、最初のうちはね。えー、だからこの横乗り、普段のセーリングフォーム、まあ、ジャイブとジャイブの間っていうのは必ずね、セーリングでしてる。 走るっていうね、プレーニングで走るっていうセーリング中なので、この間にこの前乗りフォームをしっかりとね、覚えちゃう。普段から、もう普段から練習する。っていうことが本当に、これ中級者でも上級者でも言えることですね。この前乗りフォームを覚えましょう。そうすると必ずあなたのジャイブも変わります。で、えー、面があれてても全然関けなくなる。痛ばれない。逆に言うと痛ばれない。 自由にボードがコントロールできるわけですから、今度はジャンプも胸になってて、ジャンプも簡単にできてくるんですよ、実と、もうそういうこと、なんかこの前乗りフォームは結構本当にこう、本質的なところに入ってきちゃうんですね。これすべての初級,から初級者から上級者まで言えることになるので、この前乗りフォームを覚えてください。じゃあ最後にね、この前乗りフォーム、しっかりと頭に入れてください。ちょっと画像を大きく取ります。 見てください、この前のほ、えームこの人かっこいい人ですよね。<laughs> 顔を見るとね、えー。こういうことです。だから、このしっかりした前のームもしっかりと頭に入れてください。えーこうまあ、細かいことはね、えー、しっかり見てくださいね。えー、前の手の,この伸びとか、えー、頭の位置とか、この頭の位置から重心がこのつま先の前のつま先に来てるとかね、えー、かのこの肩のラインは、えー、ボードのセンターと平行になってるとかね。えー ということをしっかりと見てもらうと分かると思います。しっかりとした。ブームの下に頭がしっかりしてる。え、ね、らい人ですね。ブームの、ね、下にね。これを覚えてもらうといいと思います。えー、本日は、えー、今日の、ねえー、講座のテーマは、えー、前乗りホーム。もう後ろ乗りじゃないです。横乗りじゃないです。もう前乗り。もう前乗り練習しましょう。初級者からバーンと前乗り練習しちゃう。上級者の人も横乗りだったら、これバン完璧に前乗りしちゃう。 前のリフォームを覚える。イメージをしっかりつけて。もう一回言いますけど、初級者の人は、初速も速くなる。強風でも板が暴れなくなる。大きなボードから小さ,く小さいボードに変えても、ボードが楽にしたり、ノーズが上がらなくなるで。上級者の方は、登れる。とにかく登れる。で最大のメリットというのは、このフォ、えー、アレイキジャイム、これから練習するとかね、してる人のアプローチから、体のコンバーションするときに、前のリフォームの前に入る形を覚えてれば。 すんなりといく。やったことないことをやろうとすると、これはなかなかすんなりいかないので、この前乗りリフォームを覚えて、コンバージョンの前乗りリからフォアリーキという形もしっかり覚えられるということでいいと思います。えー、ぜひとも練習してみてください。えー、本日も、えー、動画解説、えー、見ていただき本当にありがとうございました。えー、進化のために、ジャイブ進化、ウィンドサーフィン進化、プレーニング進化のため、頑張って練習していきましょう。ありがとうございました。